こでビルジーが待っていた。うわ、しかしここは投げていって歌丸も、いやー踏ん張った、踏ん張りましたね。ここはでかいですよ。どうだ、ミドル引き上げている。下パン打ち返し、ダッシュハンマーが当たる。避けて避け合い、避け合い避け合い、さあ側面カウンター。あーっとコンボはここで落としてしまうが、展開重視か。さあ天津範囲賞で投げる前投げですね。関西ミヤースミドルスナップ。どうだ、細かいやり取りで、さあ歌丸踏ん張ります。怪しいステップで、怪しいステップ入れましたね。さあ三茶がリードは取るんですけどね、歌丸が粘りますね。さあロースピンキック、あと2発止めに最速で打ち返していく歌丸。どうだ、スラント、下パンからのアッパー、おいよ、痛いコンボが決まる。さあ下段肘上段外し、全然ありますよ。あー投げすかしている、あー投げ切った、投げ切った。さあ歌丸が踏ん張ってここで三茶を止める。なぜか画面は石プロ抜いている。 A ブロックが気になるんですかね。映画シュールですニコ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 さん。そうですね、石井キッズの視聴率をがっつり取っていかないといけないんで、シュールですね。さあしかし石井さんはあそこピークなんで、もうないですよ、はい、もうないと思います石井プロ。さあ時報で、時報で矢付きですか、時報矢付きを出していきますか。さあ時報中堅戦となりますね、矢付き VS、歌丸。さあジャッキーチーム VS ラウチームの一戦となっております。さあ開幕スラントレイジキックから入る。さあボケ投げから壁に押し付けていくな歌丸。さあ三茶ジャッキーを倒して、ちょっとあれですかね、歌丸軽くなりましたかね。そうですね、それ以上にあの苦手な意識があるあの相手はいないと思うんで、歌丸的には、はい、一番嫌だった感じが、本当に行くのちょっと嫌だなぐらいの感じからの勝利ですからね。むしろもう何もないですからね、煽ってます、煽ってます、何も恐れるものはありませんね。肘肘と、さあここでアッパーからコンボ、壁コンボになる。痛い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 ですね。あーっとここで射場で勝ち上げる。タコショウか、どうだ、倉庫戦争。うわー下番矢付きがしっかり対応していった。さあ11ミドルスマッシュソード打ち抜いてくる。そして着地からの2ストライク、そしてミドルスピンキック出し切っていくな。あーっとこれは浮いた、壁コンボになる。お互いのが決まるぞ。ガードミドルスマッシュソードで壁ヒット。いやーこの距離だとそうですね、ミドルスマッシュ、いわゆる肘も食らえませんからね。どうだ、軽キャンをしたところを投げているのは矢付きだったと。さらにヒーストライク、この速さ、この速さこそが矢付き最速 G 君の。どうだ、しかしここで旋風が当てていくぞ。どうだ、ヘッドフックキック、さあ出し切ってロースピンと、矢付きが一人抜き。さあ副賞になりますね、松平清康かハマラウか。まあ、ハマラウはこの前あの韓国の大会も行ったりとか、かなりやる気ありますからね。一時期、まあ、ちょっと離れてた時期もありましたが、最近は現役と言っていいぐらいやり込んでおります。ハマラウ、ラウのやり込みは全員一あるんじゃないですか、はい。
まあ、実際バーチャフォー時代とかは普通にラウ1軍に入れるだけの力を持っているプレイヤーでしたからね。そうですね。あと筐体を映しましたよ。さあ、チラ見せしてきました影響体を。影響体が気になる人たちにチラ見せです。石井さんは死んでます。石井さんは何もなかった。やっぱりピークでした、あれが、はい、頂点でした。さあ、次鋒矢月 VS 副将、まあ、これは松平清です。やつき VS、松平清康。さあフルフェンスステージ、どうだ、下段から入る、そして剣者到落、 BG 投げ、うわーあと全回転打っていったが、これ透かしてハイアングル。やつきこの辺の距離確認なども完璧です。そしてドラゴングラップルで投げる。さあ細かいやり取りだが、どうだ、さあ壁に押し付けていく矢月、ね、矢月がまず一本選手、さすがですね。この辺は位置取りもそうですし、距離感のつかみ方が抜群ですね矢月は。そしてこの高速戦の中で常にヒット確認、フレーム確認怠りません矢月。さあどうだ、下段ガード我慢強い。さあこれで矢月がセットポイント。さあ開幕小総賞から入る松平、そうだ、出し切っていくが、これは下段ガードしていた。そうだ下段、うわさらにフワチョイを出していく、うわ2ストライク抜けて目まぐるしい展開だが、どうだ、ケイキャンからドラゴンスナップ、さあヤツキが2人抜き、このヤツキを止められるのか、早い早い。まあ、ヤツキ結構大会波あるんですけど、今日のヤツキは強いヤツキですね。これそして大将はハマラウ、さあ顎がオシャカーズとしてはここ勝てば1位抜けなんで勝ちたいですが、最速 G 君のやはりジャッキー、まあ、今回4チーム出てるとはいえその中で1軍の名を冠していますからね、下馬評通りの強さを見せております。まだジャッキーチームは次鋒矢月、矢月 VS ハマラウ次鋒大将戦。さあ下段から入るのはハマラウ、そう、そしてここで車上がカウンターヒット、どうだ、しかし逆タグでハイアングル。さあこういう図太いこともできます矢月、あとハイアングル、これは避けられていた。さあ魔人一家の高校息子矢月、今日はジャッキーチームで発奮しております。側面攻め、さらに壁に押し付けていく、居合蹴りも見せていく、どうだ2発止め、ローキックガード、下バンカウンター、うわあ壁ヒットになる、さらにヘッドフックキックでしっかり壁に押し付けていく。さあヤツキが1本取り返す、11状況を見てのコンボ選択とかがまずすぎますね。さあ投げは抜けている、サービス的アンギングに、しかしここは車上走行レッパで待ち構える。どうだピンヒール、あー壁に押し付けて、ここはハマラウが取っていく、1-2、謎の前をしますね。さあ地蔵体が、おっとこれはビルジーを狙っていったが入らなかった、ビートタックルのミスじゃないですかね。あーですよね、さすがに上段は入らないですもんね、はい、あーと KP と。さあこれで矢月にマッチポイントが点灯。さあステップインミドルから入る、そうだ下盤、さあじりじりと追い詰めていくが、ここでハマラウが警戒が入ったぞ。
あー下がって投げると、下がって、さあどうするどうする、最後はシャカト、さあハマラウがやっつきを止める。これでジャッキーチーム3人目、中堅で誰を出すか。ライオンの子ですね、ライオンの子ですね。さあ東海の、さあ東海のジャッキースカイ、ライオンの子がここで登場と。そうですね、ジャッキーチームはまあ 4チームばらけてはいるんですけど、どこにも実力者が混ざっているという感じで、まあ、そんな中でも本当に、実力折り紙付きの5人を集めたという感じなのがこの最速 G 君とですね。さあミドルスピンから入る、大胆な選択肢持ってきます。ライオンの子下パンカウンター、どうだミドルスマッシュとカウンター。さあまだ大きいダメージはないが、徐々にダメージが蓄積されていっております。いやーここで逆タグでビート打っていったライオンの子、一本選手下パン、どうだシャガミ、我慢合戦、ミドルがバックダッシュに刺さる、どうだ倉庫戦争、下パンで止めていく、さらにドラゴングラップル PG 投げ、あー出し切っていく、どうだ投げてライオンの子がマッチポイント、逆投げでしたね。アマラウもかなりいいペースでゲーム進めてるんですけどね、気がつくとライオンの子がラウンドを取ってるという感じですね。さあ屈伸屈伸、あー水スピン、ロースピン、どうだ PK 避けて傾斜倒落、さあ側面に回るライオンの子、さあハマラウ踏ん張りどころ、下段、あーっとここでビート、勝ったのはライオンの子、最速 G 君ロがまず1勝目。さあそして A 筐体ですね、 A 筐体移してください。星は魔王が4人目、副将戦、さあマンティスキングダムと、名門第3野球部の試合は違います、チーム名変わってます、チーム名変わってます。秋 VS 魔王、さあち、まあ、マンティスキングダムは当然チビタが残る、そして、ホワイトウルフを残してますかね、吉郎の方は。さあ副将戦こちらももつれております。さあまさかマンティスキングダムの牙城まで落とすのか、ウルフチームキングダムを崩壊させるのか。秋 VS 魔王副将戦、まあ、先ほどからね会場の視線完全に A 筐体に釘付けでしたからね配信の方はあれなんで B 筐体実況してましたけど。さあ番中連回収、さあ秋もまあ、リオン1軍の力認められて今回リオン1軍となっております。さあどうだここはしっかりコンボを決めていく。さあやはり八角形強いですねリオンは、壁が変わると、まあだからあれですよね、先ほどのと一緒でできればここ勝たないと、このあとチビタの壁攻めとか食らいたくないですからね。やっぱリオンは壁正面から強いんで、特にチビタ本当にあれ壁うまいですからね、むちゃくちゃですからね、はい、PP からあれゲームになってないですからね、つなげていくのがうまいので。さあロードロップフラッシングエルボー、そうスタンディングシャイニングウィザードはしゃがまれている。ここで選球対、どうだ出し切っていく、これはしっかりかかん、まあ勝負でしたね、まあ、カウンターなら死んでましたからね、うん。さあ秋がセットポイント、うわーミドルヘビーミドルは避けられている。そうですね、秋は状況確認がうまいですね、しっかり KK とか攪拌も見逃しません。さあ PP、 さあ秋が止めて大将先に引っ張り出されるのは吉郎、そして残る大将はホワイトウルフ。さあ先ほどラウチームを崩壊させた張本人ホワイトウルフがここで登場、まあ、そういう勢いもあるからここに残したって感じでしょうか ね、 そうですね。リオン、チビタを倒せるとしたらお前しかいないみたいな
さあ副賞対象戦となります秋 VS ホワイトウルフ。さあステージは、まあ、ウルフ側、ホワイトウルフが選んでいいのでどこを選ぶかというところですが、ハーフフェイス選んできましたね。さあまあキャラ対というよりはもう自分の自信のあるステージを選んできたといった感じでしょうかね、ホワイトウルフは。さあ番中連歌手から入る。さあ登山は抜けてショルダータックル側面なので格安はないですよと。さあ飛んで下段はガード、しっかり角半、さらに壁に押し付けていく。さあ秋がこれは乗ってますかね。さあ1ラウンド選手、さあ投げたいが投げさせてくれない。さあここで側面投げ、どうだ下段と KK。 ホワイトウルフこれ結構対応してますね。壁が絡むんで、はいはいはい、まあ、あとダメージも取れますし、はい、ワンチャン落ちると回転ワンチャン落とせるって、はいはいはい、ハーフフェンスの場合だと。さあホワイトウルフが1ラウンド取り返す。いいですね、ウルフの醍醐味みたいなラウンドでしたね今なんか減ってるわっていう。さあここは先尻尾カウンター、どうだこれですね、はいはいと。そしておおこ これはあるのか、これは落ちるんじゃないか、落ちない、しかし追撃ホワイトウルフセットポイント。いやーやばいっすね、今のかっこいいっすね、まあ、これがあるからウルフ怖いですよねやっぱり。さあ2発目まで出し切ってくる、秋もまだ臆してはいない、大胆な選択肢を出していく。ジャイス抜けて、はい側面カウンター、そしてまた投げてショルダーアタックル、どうだここは最速で割り込んでいった。さっき2発目食らってたんで怖い場面なんですが、勇気を持って打ってきましたねホワイトウルフ。あーっと飛んで飛んで、あーここはガード外し、そうですね、あーっとここで高速でガード、ガスプニールパームで格安取っていって、どうだ大きげりガード、下パンが側面、あーっと投げに行ったがこれは抜け、どうなの、あージャイス抜けている、さすがに前は抜けますね、あーっと壁、これは痛いですね、痛い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 、さらにショーダウン、どうだガード、おーあーこれはおーマジで入った、マジかよマジかローパンチカットから会場から拍手が出ますね、これはすげえ、120ダメージ、120ですからぴったりぐらいだよね今の。すげえ、俺バーニングドライバーとか初めて見たんだけどなかなか決まんないですやべえ。さあそしてチビタですね、今日のホワイトウルフは持ってるやつですよこれ、持ってますね。さあしかし壁のチビタ、これ勝ったら1位抜けですからね、そうですね。さあダイヤモンド勝った、ああケンキャンからスパイン、じゃあ下段投げも見せていく。さあしかしここはチョンチョンと、あー後ろ投げになるか、キャッチ投げになりましたね、ダイヤモンド勝った。そして飛び蹴り PP 出し切っていく、キャッチ投げ、さあどうだ大きげり、さあですね勇気出しましたね。やはりチビタ結構エンジンかかり遅いんで、その前に一気にホワイトウルフとしては勝負決めたいといったところでしょうね。 PPP どうだ KK 壁に張り付いて、さらにダッシュから後ろに回ってドーンと、あーっとしかしここはうまく、あーっとローで耐えた。さあワンどうだ、選球体避けて今のカウンターだったのか
ホワイトルフ、でかいでかい選択肢がでかい。さあまたもやさらにダブルアップ入った。1位抜け吉野1位抜け吉野イオン1軍ラウ1軍のブロックに入った吉野三流。これが名門第三野球部第1話完。さあそしてこれから2位決めでマンティスキングダムとここ勝負絶望の2位決定戦さあじゃあとりあえず B 筐体移してもらえますかね粛々と粛々と B 筐体移してもらえますかね、はい、いやラッシュゴレライ、ラッシュゴレライと、最速 G 君のですね、まあ、ラッシュゴレライはすでにいっぱいしてますのでジャッキーチームはここ勝てば、まあ、文句なしの1位、そして、まあ、ラッシュゴレライが勝つと決定戦になると、ね、サンチャジャッキーが先方です。で、はい、モーグリシュンが時報だったんですが、まあ、負けたので、ね、そうですね。さあ審判温存が裏目に出る可能性もありますからねこれは審判はどうなんですかね、予選あたりで動かしておいた方がいいと思うんですけどね大きなお世話なんですかね。さあ会場未だなんか騒然としております、はい、まあこれが見たくてバーチャーやってるみたいな、あ、そうですねこれがあるから面白いみたいなのがありますからね。バーチャーの5オンはこれがありますからね、三流でもヒーローになりますから、そうそうそう三流でもヒーローになるいいフレーズだねそれまあそうですね、僕もかつては三流でヒーローになったことある、そうですね、まあ、ニステルに殺されて終わったんだけど瞬間最大風速がありましたね、瞬間最大風速があったんで数字持ってたんで、いやーだって石井キッズはまだ楽しめますね石井キッズ楽しめます、出番まだありますし。さあこれサンチャジャッキーと誰ですかね、ちょっと名前出てないんで確認できてないんですけど、後期かネモシュン。さああれですね、 2D 格ゲーをやらない方のネモですねネモ違い、ネモ違いです、カタカナでネモです、あのコストが低い方のネモじゃないですさあ側面カウンター反サイで切り返してロースピン、しかしここは甲州連帯で折り返していく、甲州連帯、そしておっとここで PG 投げが通りましたね、やーっと透かしてリード、いいリードですね、こういうのジャッキーうまいっすよね、ジャッキー使いは。 PK 打ち返しスピニングロースピン、おお投げていた、あーと下がって大ダウン、これは入らない。さあそうですね、根本としてはあまりお酒は飲めてはいないんですが展開は悪くないんですよね、ただやはりダメージ差どこかでジャッキーにでかいのもらっちゃうんで、あーうまいですね、ダブルドラゴンでしっかりガカン、うわースピニングロースピン、はあの展開でスピニングロースピンマジきついですからね、あーと投げは抜けてどうするの、甲州連帯頼れる技が、お酒を飲む前の旬頼れる技はこれしかない、だからこれ旬側にとってはネガティブな展開ではないですよ、これもう1本取れば、ね、もう10杯ぐらいになって最終ラウンド迎えられますから、ボールは取ってますからね、はい、もう1杯飲んで長腕打てるようになりたいところなんですが、ここで酔いを収まされる、どうだ、さらに画面キーアウトも背負っている、厳しい状況根も、しかしここがおじいちゃんのゾーンとも言えますからね、あーっとロースピン、どうだ、しゃがんで透かしているが最後までミドルスマッシュナックルと、さあサンチャジャッキーが3人抜き、さあ続いてはエルファバ、エルファバですね、さあ美味しいご飯ツイートで俺たちを惑わしてくるエルファバさんの登場ですね
飯テロ勢ですか。そう、飯テロ勢です。飯テロしてきますからね。飯テロ。さあ、三茶ジャッキー VS エルファバということは、これは大将は陳剣が残ってる形なのかな、春チームは。あ、陳さん先方だったの。すごいな。さあ、劉備逆から入ってお酒を飲むが、これミドルスピン逃さない。さあ、2発止めから踏み込んでのドラゴンスナップ。さあ、ここは劉備逆ひたすら飲みます。あ、しかしハイアングルで酔い覚ましも1杯。しかし、まあ7杯飲んでるので勝負にはなるといったところですかね。まあいい1ラウンドですね。取られてもいいストライク。あーと、ダッシュハンマーカウンター。どうだ、敗戦中がカウンターヒットする。超腕採取が打てる、超腕採取が打てるという、こんな嬉しいことはありません。あーと、しかしドラゴンスナップで酔いを覚まされる。あー、またもや酔いを覚まされる。4杯かれますからね。いやー、4杯取られる。一つ積んでは自分のため、一つ飲んでは自分のため。さあ、投げていく。さらに酔いを使っても、酒を使ってでも取りたいラウンド。そしてお酒を飲んで長腕を打つ権利をもらう。どうだ、月火から入るがガード、ロースピン。おっと、こちらも下段。さらに投げと、超過労からの投げですね。さらに寝を横寝起きします。往診。どうだ、速探客、速探客。さあ、いい流れだ。流れいいですね。そうですね、これで10杯、10杯あればいろいろできますよ。さあ、単飛。あーと、しかし、すかしにハイアングル。この辺しっかりしてますね、サンチャ。お、投げ抜けて、いやー、ミドルスマッシュソード、しっかりヒット確認。さあ、サンチャジャッキー4人抜き。さあ、人ごとながらこのままチンパンを出さないのはいいことなのか悪いことなのか気になって仕方がありません。さあ、そして A 兄弟では真顔の2チームが試合をしております。笑顔はありません。後期ですか。後期。さあ、後期春が大将ですね。ここで負けてしまうと春チーム、ラッシュンゴレライ終了と。さあ、三茶ジャッキまだ先方ですからね。さあ、しかし逆の盾というのが起きるのがこのゲームですからね。まあ、バーチャの1試合選手なんて安定しねえどころの詐欺じゃないですからね。さあ、しかしここ下番、サンチャが踏ん張る。先ほどもあれですよね、ガルファイナルがリアゲージャッキー逆を対してね、そうですよね、やってますから、まあ、やっぱりありえますからね、はい、全然あれも魔王、新魔王でしたか。さあ、どうだ、ダブルドラゴンでしっかり酔いも覚ましていく。出し切って、あーっと、投げは抜けて壁に当たる。どうだ、ローキック、最後はライトニングキックと。さあ、サンチャジャッキーマッチポイント点灯。さあ、ステージとしては壁が引っ込んで、リングアウトステージになってるんで、まあ、おじいちゃん向きではあると。さあ、ここはうまくコンボ決めていく。さらにお酒を飲んで、ちょっとでもちょっとでも、いやー、ここはハイアングルで蹴っ飛ばされた。でかいでかい、しかも酔いも覚まされる。いやー、ジャッキー三茶が5人抜き、最速 G 君と1位抜け。さあ、じゃあまた A 兄弟戻してもらいましょうかね。はい、じゃあちょっと13ブロックの、チーム B 兄弟に入れますので選手呼び出しします。あ、じゃあ、さあ、画面の方はエチゴが先方、アキが中堅ですね。マンティスキングダム。そうですね。はい、インバレンゴと、第一試合どことどこですか。ブルーディスティニーとインバレンゴ。
はい、じゃあブルーディスティニーとインバレーンを B 筐体までお願いします。ステージ上の B 筐体です。ブルーディスティニーとインバレーンをいますか。インバレーンをいますね。はい、ブルーディスティニーいたら手を挙げてもらえますか。あ、いますね。はい、じゃあ B 筐体なんでそちらでお待ちください。インバレーンを今後ろから来てますんで。さあ前方中堅戦、2位決定戦となってますね。越後 VS 秋。さあ先ほど大将を務めた越後ですが、今回は副将ですか。副将で出ていた越後が今回は先方で起用されていると。まあ、この辺のやはり、自由度の高さがラウ将軍、ラウチーム五個将軍のいいとこですね。さあしかし中堅秋が踏ん張れるかといったところ、灯籠発送、さらに旋風隊、どうだ、押し返していくが、ここはもともと出身もこの辺に近いですから、はい、あ、なるほど、昔から、知り合い知ってるというか、うん、新潟出身ですね。あ、出身は、さあここは天心総攻守張り付いていく。さあ秋も追いついて 2-2 だが、さあ壁に押し込んでいく秋。あーと、しかしここで前投げ、はい、ベノムさんいますか。ベノムさん試合ですよ。 B 筐体なんでベノムさんもし見かけた方いたら声かけてください。ベノムさん試合ですよ。なければそのまま試合始まっちゃいますよ。あ、もう始まってますね。はい、ベノムさんもし誰か見かけたら呼んであげてください。 B 筐体で試合です。さあ越後が敗れましたね。秋がここでストップザ越後と。そうですね、踏ん張りましたね。踏ん張りました。これ以上抜かれるにはまずいですからね。さすがにちょっとね、チビタの負担重すぎるので、ここで秋が軽くしていくと。さあ、ユーテンジラウ、先ほどはまさかの石井プロに負けるというね、大失態をしてしまいました、ね、大失態を演じてしまったのでここは締めていきたい。しかし相手の秋もやはりリオンとして最近というか、ここ最近というか、まあここ数年ずっと頑張ってるプレイヤーですからね、油断はできません。さあ、おきげりヒット、そこからコンボに行ける。どうだ、登山本社客。あーっと、ここで泰山総攻守かはめましたね秋。さあ秋が1ラウンド先取している。パッチュ連歌詞で追っかけるが逃げられてしまう。さあ開花客、さらに攻めを継続、側面壁に貼り付ける。さあエクセレントで、秋が2本先取ですね。さあどうだ、目つぶしから入るが、さあここでガード外し、おーっと投げは抜けている。そして天心総攻守、逆にでかい投げをもらってしまう祐天寺。さあ秋が3立てストレート、2人抜き。さあそして中堅戦になりますね。ゴルゴンゾーラ登場。中堅戦、ゴルゴンゾーラ VS 秋。そうですね、もうなんか2チームとも絵面が燃え尽きてる感がすごいですねそうですね、ちょっともう見てらんない、だいぶ出前がくじかれてますからねくじかれるどころじゃないですからへし折られてますからね。くじいたやつがっていうさあ天心総攻守、秋は動き本当切れてますね。乗ってます秋、動きは悪くないんですよ。さあ側面、あーっとここでどうだ浮いてしまうが、おーっと逆に卓での選球体。
どうだ、下パンカウンター軽キャンからの波頭手集体、どうだ、おっとここは出し切って、おっと側面カウンター、さらにガード外し、どうだ、倉庫戦争、さあゴルゴンゾーラが取り返して1時、どうだ、パンチュー連歌詞から入る、そしてガード外し、さらに壁コンボになる、避けて避けて避けて、どうだ、避けて PKP まで出し切る、下パンカウンター、そしてシャホシャ総帥と下段と、さあ秋がセットポイント、これでさあ秋星を逆転することができるか、しかしゴルゴンゾーラもここででかい打撃を当てていく、どうだ、速端、どうだ、さあエクセレントで取り返して2-2、踏みつけて、さあこのラウンドはゴルゴンが先手を取っていく、側面カウンター、側面、あーっと全球体避けて、そうこれっぱでしっかりしてますね、ハクハウント、あーっと体内やっぱあるぞあるぞ、あー下段を避けるための旋風体でしたが肘で潰されると、さあゴルゴンが秋を止めて、さあマンティスキングダムは誰が残ってるんですかね、チョッパーですね、チョッパー、はい、チョッパーとチビタです、さあ中堅副将戦、ダウチームとしてはまだ後ろに人造人間とワサコンが控えてますからね、登山は抜けている、さあゴルゴンとしてはここからチビタまで引っ張り出して、まあ、3人体制でチビタを仕留めるという形に持っていきたいところですね、チョッパーとしてはやはりチビタの前にちょっとでも立っておかないといけない、さあ天津範囲賞先手を取っていくのはゴルゴンゾーラ、よけて、さあここで車上走行レッパーしっかりつないでいく、どうだ、速端脚避け合い、避け合戦避け合戦 PK、 おーっとこれは避けていた、 1KG をうまく避けていたゴルゴン、さあゴルゴンセットポイント、どうだ、波頭手集体で投げていく、さあ泰山走行手、どうだ、さあここはチョッパーのペースで進む、さあ1本取り返す、そうだ目つぶしから入るがこれは当たらなかった、そして逆2択で倉庫レッパーが待ち構えている、そうだ投げは抜けて旋風が全回転、そうだ灯籠発送2連発、卓標新章は避けていた、さあゴルゴンゾーラ、ラウチームが先に大将を引っ張り出す、最初チビタですね、まあ、3枚もチビタなら、全然抜ける可能性はそうですねあると思いますし、勢いに乗った時はやっぱり、ね、まあ、そしてやっぱりそれを期待されるプレイヤーですね、はい、
まあ、いくつもの、うん、まあ、最近は結構チビタ対象固定でもなくいろんなところで出るっていうのがもう、そうですね、多くはなってきてますけど、まあ、やはりまだまだ昔から背負ってやるケースが多かったので、まあ、なんだかんだ言ってもやっぱり日本チームの代表で言ったらチビタみたいなところありますよね。さあアッパーから入ってコンボスタート、どうだ、投げは抜けて、あーっとしかしここ投げに行ったとこ逆に択でソーコレッパが待ち構えていた、祈る、あーっと番長連回収、どうだ、中断、さあ最後は2位を、さあチビタが1本選手、どうだ、下パンカウンターから、さあここで選手っぽリングアウトまであと少し、リングアウトと、さあチビタが電光石火の2本連取、さあしかし今度は逆にリングアウトを背負わせていくのはゴルゴンゾーラ、しかし負荷を負わしませんね、チビタこういうところの場所を入れ替えるのうまいですからね。さあキャッチ投げから入れ替えていくこれですね。さあさらに下 KK プラス G と、あったいですか、どうだ、肘、さあ細かいやり取り、回転脚出していく、最後は投げと雷神入輪ですね、前投げ、さあゴールゴンも1本取り返す、どうだ、カウンターカウンターと回転系を打ってくるが下 KK ブラジ、下 KK と、はい、それでは C 兄弟呼び出していきます。 C 兄弟オヤジクラブドフラミンゴトロリゲーム集まってください。さあ C 兄弟にお集まりください。横カウンター横攻め継続、しかし裏裏系すかしたところ見逃さなかったゴルゴン、あーっとここでさばいていった、っている、さあチビタがまず一人抜き、さあ人造人間とワサコンが残っているが全く油断できません。お願いします。親父クラブとフラミンゴ手を挙げてもらえますか。まあチビタもやっぱり1試合やってるから動きはかなりほぐれてますね。そうですね、やっぱりチビタは結構最初の1試合目が本当に山場みたいな感じなんで、そこ乗り越えると一気に波に乗っていく時ありますからね。さあ人造人間ですね、ドフラミンゴ、さあ副将で人造人間が出てくる、副将対象戦となります。人造人間 VS チビタ、さあ人造人間ここはローフェンス選んできますかね。まあラウ、じゃあすいません、ドフラミンゴ 2P、 ラウも絶対的に壁が強いんで壁は選びたいんですけどね。まあラウとリオン割とそういう意味では似てます ね、強い強みと、あとはもうどっちが自信あるかの話ですよね。まあ本当そうですね。さあ避けていく、おっとここは下段出し切っていく、避けて PKP 壁に押し付ける、おっとこれは父さん抜けていた、トロハソ天心走行車抜けて PK、 どうだ、ちょっと待って、トロハソ下段下段と下段構成、どうだ、投げ、コケ投げガードしている、バンチ連回してこれは連続ヒットにならない、どうだ、投げ横投げになって人造人間が1ラウンド選手、かなり2点3点するラウンドでしたが、どうだ、さあここはアッパーが刺さる、あー大ダウンまでよく見てる、あもう一発さらに昇段ダウン攻撃だけでなんか4割ぐらいなくなったんだけど今さあチビタが1本取り返す、こういうところですよね。こういうところですね、読めないのは涼しくやっぱりいきますね。まあこういうことができるのがやはりなかなかあれできないですからね思ってもやらないですからね。さあここは背後からの卓用心書、さあこれはバンチレーカーシャー綺麗に当たらなかったが体力が追いついた、ラ出し切ってくる、そして下段、あそこで出し切りは本当に強気ですね。ガードされたら PK でやられてるラウンドですからね。さあここは一発止め読んで投げていく人造人間、さらに旋風画で固形に行こう、どうだ、あ追いかけている、読めていますよと、どうだ、構えを駆使していく、追い込んでますね。さらにリングアウトが近づいてくるが、ここは押し返した人造人間、さあ人造人間戦マッチポイント点灯、さあフルフェンスステージとなります。
避けて側面投げ、そうだ下段から入るが D からの選球体、避けて横投げ、避けて避けてどうなの、まばし当たらない、おちょっとディレイかけすぎましたかね今。そうですかね、あーパッ壁まで行くか、絡むか、絡むか、絡まないか、最後はあったい、さあリチビタが踏ん張る、大将戦まで来ましたね、来ましたね、わさごまさかの去年優勝チームがここで落ちるのか、さあワサコンの両肩に重くのしかかる、さあカードがどれかわからなくなっているさあ動揺してます、動揺してますね動揺してないよと、してないよと、俺は大丈夫だと今アピール入りましたけど、そうですね、ここでワサコンさん負けるとこの後、答えてくれるでしょう、この後ずっとワサコン実況ありますからね、はい、まだまだワサコンさん実況の座には着きたくないと、さあ大将戦まで来ました、基本だからこのブロック全部大将戦なんですよね、確かにそうですね、もつれます、もつれてますね、さあワサコン VS チビタ大将戦、選んだステージはハーフフェンス、さあミドルキックすかして番中連歌詞から入る、さらにショーダウンを最速で叩き込んでいく、さあ正直2人抜いたチビタは手つけられない状態になってますからね、乗ってますよ、いやー厳しい厳しい厳しい、勢いありますね、こうなるとチビタ手つけられません、あーしかしマサコンもだからこその立て押し、いやー出し切っていくが下段ガードフォロー発想で場所を入れ替えていく、さらに天使走行手、どうだガード外しはしゃがんでいた、投げる、さあワサコンもまだまだそんなことでは崩れないと、アッパーガード、あーっと高速でガードだが、あーっとカズはミスった、さあガード外し、壁に追い詰める、しかしどうなの、下パンで割り込んで下パン連打、下パン3発、あー高速台、こんな見せなかった、あーしかしこちらもガード、あーこけ投げ、さあワサコンがマッチポイントを迎える、どうだ PP から入るなチビタ、さらに下段、おっとさばきに行ったがこれは下段が噛み合う、さあちょんちょんとちょんちょんと、どうだ横から下パン、トロ発想カウンター、さらに崩して重いコンボが入るぞ、高くなりました、どうださらにキャッチ、さあフルセットダブルマッチポイント、いやーダッシュから打撃、さらにダウン攻撃を避けている、どうなの打撃投げ、さあワサコンキャッチ、まだあるぞ、あー最後マッチュ連冠手、勝ったのはチビタ、マンティスキングダムが2位抜け、いやー前回優勝チーム消えましたか、消えましたね、早くも予選で溺れました、予選プールで溺れました、溺れましたね、そうですね、あのウルフチームが浅瀬パチャパチャしてると思ったら思ったより深かったです思ったより深かったこのプール、ちょっとじゃあ B 兄弟この間打ちますか、そうですね、 B 兄弟、はい、B 兄弟お願いします、ブルーディスティニーとインバオモラシが時報、ブルーディスティニーラルカンシゲルが大将と、なるほど、じゃあインバが追い詰めてる形ですね、はい、私はこの次の試合なの で、 そうです、ね、ちょっとじゃあ血の国バトンタッチをさせてもらって、よろしくお願いします、はい、はい、第16ブロック、はい、じゃあニステルさん試合なんでお疲れ様でしたというか、これからお疲れ様なんだな、新勝3号と経営上段 A ブロック
い試合となりますのでお集まりください。はい、じゃあ千野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。アイランドもその後試合となりますので、千野さん最近はどうなんですか、パーちゃんやってるんですか。お願いします。パーちゃんやってるんですか。あんまりやってないです。まあ人のことうんざりするわけじゃないんで。さあ、おもらしが時報ですが、幻影旅団試合ですよ。追い詰めてるとこですね。幻影旅団影チーム、あ、来ました来ました来ました。さあ、おもらしもまあ一時期ブラッドとかいろいろあったんですが、今ジャッキー戻ってきたという形ですね。そうですね、元の辺に戻ったって感じですね。そうですね、まあまあまあ結構ジャッキー使いブラッドに一回行きますよね。なんかあるんですよね。なんかありますよね。篠さんはブラッド行く前何人でしたっけ。僕もともとアキラ使ってたんですよ。あー、そっか、篠アキラか。その時のイメージがもう完全になくなってる。いや、あの FD の初めの頃にブラッドにキャラ替えしたんで、そうですね、その頃はルーヘルとか出てなかったんで。はいはいはい。さあ、まあそんな感じで、まあでもブラッドに行ったりはするんですが、まあやっぱジャッキーのキャラパワー今回高いですからね。そうですね、今回はかなり高水準でまとまってますからね。まあ、絶対ジャッキー今まで使ってたら面白いキャラですからね、これ。そうですね、やっぱりどんな状況でもワンチャンスあるんで、テクイ部分も要求されますしね。そうですね、やり蹴りとかはかなりやっぱり難しいんで。さあ、そんなジャッキー同キャラ戦ですが、ここはおもらしが取っていく。安定してますね。そうですね、おもらしさんのジャッキーには本当バーチャ4の頃は泣かされまくりましたよ。ポイント戦行くと大体いるんで。確かに泣かされてました。さあ、これで、終わったんですかね。終わったようですね。じゃあ、影響隊移してもらえますかね。幻影旅団とあの5チームがやってるんで、新章3号と幻影旅団がやってるんで、5、1軍と影1軍ですね。これは面白そうですね。これはもう間違いないやつですね。しかも5チームには今回上映がいやー、えぐいですね。満を持して確か去年の BT 杯から5で出てて、そうですね、もうその時から秋葉のセガでは結構やってるの、ね、ずっとやってはいるみたいですけど、はい、プレビでの、あ、すいません、ちょっと、モニター前の方とかなるべく座るようにお願いします。なるべく座ってる方もちょっと詰めてくださいね、他の方が座れるようにお願いします。さあ、すいません、あ、PA タク聞こえてないのかな。あ、着替えましたね。さあ、双方話してるうちに先方上ですね。そうですね、先方戦、先方でジョエ出てきましたね。そしてガダルカナル、まあ、ラウ、あ、影チームもまあいろいろ紆余曲折あって今のチームになった感はありますが、そうですね、それでもまあ戦力的には十分強いチームですからね。まあ、5チームはそれこそ優勝狙えるチームになってるんじゃないでしょうかね。いや、かなり戦力整ってますね。整ってますね。正直、あのやっぱジョー君みたいな人間性能の高い人間が使ってる GO っていうのはやっぱり見てみたかった感はあるんで。いや、かなり強いですからね。投げ返しとかやっぱあるじゃないですか。あとはどうしてもやっぱり読み合いで相手の、まあ 弱いなと思ったところ弱点をつくのがすごいうまいんですね。ダメージの取り方がすごいうまいので、あ、しっかり、ハスコさん暴れてますね。側面から前ゴーの前前 P をノーマルで食らって背中向いたときは、はい、投げと打撃の完全二択になるんですね。暴れないと背後投げを食らってしまうので。さあ、投げていきますね。ダメージの取り方が太いですね。そうですね。さあ、しかしここはガダルカダルがしっかり決めましたね。決めましたね。まあ、ガダルカダルこういうところ強いプレイヤーですからね。あまりこういうのそういうの気にしない系プレイヤーですからね。老快なプレイで若者を惑わせるみたいな。さあ、どうだ、ここは背後からの投げ、振り向き投げって言った方がいいのかな。さあ、ここでジョエも取り返した。エクセレント 1-2。 さあ、無球優秀と最大投げをボンボン決めてきますね。そして伊沢手大車、ここで後ろ割り振りですね。そして前と投げだけで取りとラウンド取りそうな勢いです。あーと見てからですかね、今の見てからですかね。タイミング的に割と見てから感ありましたね。ありましたね。円月蹴り見てから強制蹴りって出せるの。さあ、下段避けて、さあ、ここで妖撃がカウンターヒット。
さあどうだ、強戦蹴り、風船陣振り向き、鉄槌鉄槌、そして側面取って脇固めと、いやーこれは2ラウンド取られてからのまくりでしたからね、読み切ったというところですかね。そうですよね、っていうかさっき の投げだけで取ってるラウンドなんて2ラウンド取られてる戦い方じゃないですよ、じゃないですねあの余裕があるやつのやり方ですよね、あれ。そうですね、あとは影側はどうしてもあの逆二択がそこまで強くないので、まあ、強気に投げに行けるというところはありますね。あとはまあゴー自体は影とはそんな噛み合わせは悪いキャラじゃないですからね。そうですね、相性的にはゴー側が有利と言ってもいいんじゃないかなと。さばける技も多いですし、そうですね、影使いからゴー嫌だっていう話は、うんうね、結構聞くので、昔のそれこそゴーが最弱キャラだったその R のリリース直後とかですか、あの時ですら影はやれるっては言ってましたからね。強戦蹴りがすごくその中間距離でゴーの技を潰しやすい、ではさばきやすい技が揃ってるって言って話はしてたぐらいですからね。影チームとしてはいきなり嫌なチームと当たってる感ありますね、これ。ありますね、ここをなんとか乗り越えたいというところではあるでしょうね、うん、さあオスマグロちゃんですね。さあオスマグロちゃんも以前は、まあ2軍チーム等で出ることが多かったんですが、今回は1軍採用ということで、そうですね、マグロちゃんも最近はベイエリアでもかなり活躍はしているの で、ね、やり込みはもう間違いないプレイヤーですからね。そうですね、実力をかなり伸ばしているプレイヤーですね。おととしだかのプレ BT 杯で影1軍と2軍が当たって2軍が1軍を倒すって俺たちが1軍だって下克上したやつですね。ありましたよね、まあ、やっぱそういうのもあったりするんで、オスマグロちゃんあたりはやり込みがしっかり実ってる系プレイヤーって感じがしますよね。そうですね、プレーも安定しているので。さあ先手を取っていくのは今回もこの試合もマグロちゃんがまず2ラウンド選手とちょっとシャレをつなごうとしましたね。そうですねああいうのやられると上位あたり結構見えそうですね本気になりそうですねどうだ、さあ土蜘蛛はしゃがんでいるが投げ、こちらも純逆抜けている、どうだ、さあ風船陣返し、しゃがんでいるがこれは果敢が入れられなかったか。うまく裏裏 P をガードさせて展開を作ってますね、はい、背後からのやっぱり展開の作り方うまいですよ ね、背面からの蹴りガードを潜り込む、どうだ風船陣、これは一発止め完全に読み切っていきましたね。さあしかしまだ風船陣打っていく、あおっとここで龍尾線がカウンターヒット、これはいいダメージが入る、出し切っていく、これは果敢送球しっかり入れていく、さらに壁、うわーダブルアップ足りないが、どうだ、うわー下段、さあまたもやジョエがここから挽回する展開。さあここはよく見て、妖撃をカウンターヒットで当てていく、あっとこれは原因は